指すは敵陣中央の跳ね橋。これを下ろし孫悟の軍の進路を開く。まずは眼前の砦を突破せればな。観念両党おっさん、鈴の観念暴れるぜ。あ、始まったものは初動だ。どうしますか。エースは奇襲か。しかし砦では拙者が守る。ていただく。よし、
これで障害はなくなった。今のうちに跳ね橋を下ろすぞ。よし、これで味方の軍が動く。我々は一斉に敵陣を蹂躙するぞ。レオモーたちがやってくれたようだな。敵を殲滅せよ。たまんねえな。うん、いい働きだ、カンネイ。なんでこんなところから古墳が。野獣だと。人中が混乱して他と連携が取れんわ。敵は混乱している。今のうちに全ての砦を落とすのだ。来い、我が自由で葬ってくれるわ。俺たちはやめんじゃねえ。このアイスです。
手を貸してくださいませんか。なんだよ、ガンネ。俺を笑いに来たのか？まさか、あんたが手を貸してくれるのかい？家族のため、我々は負けられん。
てやる。
して奮戦せよ。弱者なりの知恵と、その努力には敬意を払った。見つけたぜ我が国。だがそれもここまで。よう大将組、おめえの喧嘩の腕俺が試してやるぜ。そりゃ行くぜ。ほら仕留めたぜ。奴らもしばらくは主勢となるであろう。合肥の雪辱は果たし、劉備との連携の上でも面目は保てた。まあ上々ってとこですかね。うん、お前たちよくやってくれた。へえ、まだ暴れ足りねえぜ。おっさん、このままもう一度合肥まで攻め込もうぜ。やれやれ、まったく、なんで勢いだけで物が言えるのかね。ここはこれで十分ってわけ。それに勝利の杯を交わすくらいの余裕は持つべきだっつーの。へえ、ま悪かねえな。よし、俺が殿に頼んでいい酒をいただいてこよう。その代わり、俺も混ぜてもらうぞ。へへ、よっしゃ、じゃ、帰るとすっか。